こんにちは。修士なのに毎日投稿しているシュウマイです。今回は東北随一の繁華街、仙台駅周辺の街並みを紹介します。ただ単に散歩をして牛タンを食べるだけの動画ですが、よければご覧ください。仙台は福岡や名古屋よりも栄えていないイメージを持たれていますが、個人的には大差がないと思っています。さらに仙台のいいところは観光地が密集しているというところです。駅から徒歩圏内に城やイルミネーション、展望台があり、少し離れた場所には日本三景の松島や秋保温泉があります。朝市があるようだったので行ってみました。食べ歩きというよりは普通にただの市場です。かなりの安さで野菜や魚が売られていました。続いては駅近くにある無料の展望台へやってきました。高さは150メートルと仙台の中ではトップクラスです。展望台からは仙台の街並みが一望できます。仙台大観音が見えたりと、なかなかいい場所だと思います。ずんだシェイクを片手にゆったりとしましょう。最後にこの旅行で訪れた牛タン屋さんを紹介します。2泊したので2店舗に行きました。1店舗目は司、本店ではなく商店街にある支店です。見た目は善次郎と同じですが、驚くほどは絶品ではなかったです。2店舗目はうまみ助けです。大阪よりははるかにマシですが、やや治安の悪そうな場所にあります。めっちゃうまかったです。見た目は普通ですが、柔らかいのに噛み応えがあり、一生旨味が残る味わいでした。善次郎とどちらがいいのかと言われるとわからないです。紹介は以上です。このチャンネルでは毎日観光スポットを紹介しています。よければ他の動画もご覧ください。以上、ご視聴ありがとうございました。